はい、お疲れ様です。長谷俊です。この度自分のアイアンレンジャー8084なんですけども、購入から1年が経過いたしました。よっ。このアイアンレンジャー8084、自分がそのレッドウィングのブーツっていうのを新品から育てるっていうのを初めてそのやった革靴なんですけど、革ブーツなんですけど、まあその1年経ってみて、その1年前と今の現状っていうののビフォーアフターをやっぱりちょっと皆さんに見せたいなっていうふうにも思いますし、8084の購入でもしかして悩んでいる方はね、もしかしているかもしれないので、まあ、その人に8084こういうところがいいよみたいな、そういう風な話を、そうですね、メンテナンスしながらお話できたらいいんじゃないかなっていう風に思います。もしかしたらこの自分のねアイアンレンジャーが後押しになるかもしれないので、はい、ぜひぜひ8084ユーザーを増やしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず早速なんですけど、一つ目はちょっと皆さんに謝らなければならないことが一つありまして、サムネと違うじゃないかっていう思う人がいると思って、すみません。400日、購入から400日が経過しています。365日ってキリのいい数字じゃなくて、はい、いや本当に購入したのが、一番最初の動画に投稿したのが一昨年の9月と、一昨年の9月っていう風な形で、そこから過ぎて、でさらに2024年になるっていう風な形なんですけども、いろいろバタバタしていて撮りたかったんですけど、新しい靴が新しい家族も増えたっていう風なことで全然撮る暇がなくって、いや本当にごめんねっていう風な感じなんですけど、はい、ただ皆さんの期待をねがっかりさせないエイジングは進んでいるんじゃないかなっていうふうに思うので、せっかくですので早速なんですけど見ていただきたいなと思います。これが自分のアイアンレンジャー8084です。これが真正面からですね。でこうぐるっと回っていって、後ろこんな感じですかね。まあ一言で言うんだったら、こう男らしさっていうか、こう武骨さっていうか、一言じゃなかったもうなんともね、このかっこよさはね一言じゃ言い表せない、言い表せられない。本当に見てください、これぐにゃんと。前回270日の動画を出させていただいたんですけど、まあそうですね、もうもはやそのアイアンレンジャーのエイジングの完成形にはもうすでにあの時でもう至っていたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、その1年を越しましたよっていう意味でちょっとどうですか、このかっこよさ。いやーすごいですよね。まあ綺麗に左右対称でいい感じで、まあ、揃ってエイジングしてくれたんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりこのくるぶしの部分を支える、これがもうえぐいエイジングしてるんですよね。かっこいい、素晴らしすぎますよ。まあ、アイアンレンジャーは、まあ、8084はなんですけど、黒ってかっこいいんだぞっていうのを教えてくれるブーツなんじゃないかなって自分は思うわけなんですよ。まあ目立って変化したところといえば、やっぱりこのくるぶしのこのボコボコンとした部分、皮がすごいいい感じに伸びてくれてるなっていうふうに思うことと、あとはですね、正面から見たらわかるみたいな、そういうふうな感じなんですけど、左足が左に反れてるのわかります？これ左にぐにゃんと、ほら倒れて、こう、まあ、こんなエイジングをするんですよ。あ、ちょっとメンテナンスしながらね、ちょっと話させてください。い
や、この紐を外す時も楽しみなんですよね。何が楽しみって、終端が見えるからですよ。終端が、ちゃんとメンテナンスするの多分4ヶ月ぶりくらいですよ。自分は、まあ、このアイアレンジャー、あの8084が主にエイジングがよく進んだなっていう風なところが、まあ3つほどあるんじゃないかなと、この1年間で3つほどあるんじゃないかなっていう風に思いました。まず1つ目がさっきも言ったこのアッパー部分、上の部分ですよね。このくるぶしがっていう風にね、言っている部分、ここはね本当に皮がよく伸びて自分の足にこう収まるっていうか、フィットするっていうか、本当に自分の足をこう包み込んでくれるっていうのがよくわかるブーツにその変化してくれたなっていう風に思いますね。これが一番最初に分かるエイジングだったかな。2つ目は終端ですね。見てください、これえぐい。このエイジングはすごいね。この分かります、このシューレースでこうギューッとなっているこの隙間からこうやって出る端の部分のすごいエッチなんですよ。うん、かっこいい。これがねまた この感じがすごいかっこいいなっていう、うん、しかもねタンの部分もすごい柔らかくてね、まあ、あのちょっと薄いなっていう風に感じるんですけど、でも、まあ、この薄さがこうね、ハトメの跡とかもしっかりくっきりついてくれるその要素の一つにはなってるんじゃないかなって思う。これはね素晴らしいなっていうふうに思いますね。じゃあもう一つ、まあ三つ目なんですけど、三つ目はこのコバの部分なんですよね。コバの部分がものすごく濃く変色してるっていうか、色が濃く変わってきてるんですよ。これは例えば自分が黒いクリームを使っているからとか、そういうことではないと思うんですね。単純に例えば紫外線とか、あとは雨に濡れた影響みたいなところが多分強いんじゃないかなっていうふうに思っていて、その1年前の写真と比べても多分全然違う、すごい濃くなってる。ちょっとなんか明るいと初々しさっていうか、ちょっとやっぱりあ新しい靴なんだ感がすごい出て、自分はちょっとかっこ悪いなって最初は思っていたんですけど、ただやっぱり色が濃くなってくると、その色も濃くなってこのアッパー部分っていうのも変化してくると、やっぱりこう荒々しさっていうか、うん、そういう部分が見て取れて、自分はここの部分が、コアの部分が濃くなってくれて、すごいかっこいいな、いいな、いいエイジングだなっていうふうに思いましたね。ここの部分に結構深いシワが入るんですね。クリームをね、塗布していきます。本来のケアだったらここまででねいいんですけど、長谷旬の8084は一味違います。お上品アイアンレンジャーなので、この先芯が入っている部分に表面をかけていきます。はい、ワークブーツには珍しいかもしれないんですけど、
表面を軽くでいいんですよ、軽くでいいんですけどかけていきます。完璧いやー、時が経てば経つほどかっこよくなるものってそうそうなくないですか。革物くらいじゃないですか。はい、集計は完了いたしました。これで元通り そうですね、このアイアンレンジャー8084をこう1年ね履いてみた感想っていうところ、まあ黒いブーツってこんなにかっこいいんだなっていうのを教えてくれたブーツみたいな、そういう風な感じがします。最初買うときはどうかなっていう風に思っていたけど、でもこんなにこんなにかっこよくなるブーツなんだなって身をもってこう体験できた1年だったなっていう風に思うので、多分エイジングとしてはもうこれで完成形なのかなっていうふうには思うんですけど、それでもね、今後このアイアンレンジャーっていうのがどういうふうな感じになっていくのかっていうのをこうやっぱり動画で収めきりたいっていうふうに思いました。どうでしょう、この動画見て1年前と1年後っていうこのね、動画を見て少しでもね、この8084かっこいいな、次買う時のアイアンレンジャーこれがいいなみたいなそういう風に思ってくれる人が一人でも二人でも増えたら嬉しいなっていう風に思います。以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。今後ともアイアンレンジャー8084よろしくお願いいたします。はい、それではバイバイ。よいしょ。